皆さんこんにちは、村沢ジョージです。著作権検証シリーズの続編ですが、前回からだいぶ間が空いてしまいました。やっぱり演奏会とかが徐々に復活してきてですね、私も、まあ、演奏会録音収録多数参加させていただいておりまして、まあ、大変嬉しいんですけれども、動画が撮れないというのはね、非常にうずうずするところでもありました。というわけでね、今日は久しぶりにやっていきたいなと思います。前回はですね、実際に異議申し立てを1個だけしてみる。そして、まあ、1ヶ月か1ヶ月半ぐらい経った頃に、まあ、いつの間にか制限がなくなっていたっていうのを報告したんですけど、まあ、その後にね、6段の検証動画シリーズで、まあ、異議申し立てが来てる動画全てに対して僕は異議申し立てをしてみました。で、その結果が、まあ、大体出揃いましたので、報告しようと思います。まあ、結果から言うと、ほとんどの動画に関しては制限がなくなってました。まあ、こちらのね、異議申し立てが通ったんですけれども、わずかにですね、ちょっとなんか、はっていう団体がありましたので、まあ、ここでね、紹介したいと思います。はい。まず一つ目はこの、ザ、じゃない、The Orchard Music っていうね、ところですね。はい。二つ目は、ICACS。これなんて読むんですかね。BUMACS っていうところと、これ APRACS。これは過去視聴者のコメントでね、有名な詐欺団体とか言われてたすごい悪名高い団体ですけど、まあこの3つに関してはですね、なんか私の申し立てを逆に却下するようなね、ことをしてました。それが実際にどうなるかっていうと、こういうメールが YouTube から届くんです。はい、これです。村沢ジョージ様、お客様の異議申し立てを確認した後、 BCPMPCS さんは YouTube 動画の著作権侵害の申し立てを撤回するとの結論に達しました。ふざけんじゃねえよって感じですよね。これはさすがに怒ってもいいと思ったんですけど、まあこれのですね、まあ3つの動画に来たこの撤回みたいなやつに関しては、結構きつい言葉でね、再び申し立てを再送信しました。ちょっとスクショ忘れちゃったんですけど、まあこれ以上そういうこと言ってると、まあ、法的な手段に出ますよってこと書いたんですね。また、1ヶ月ぐらい経ったらどんな反応が返ってくるか楽しみに待ちたいと思います。それからですね、私はこういうふうにこういうことがあってもなんか動画のネタとかにしちゃってめちゃくちゃ楽しんでますけど、結構深刻なね、問題になってるパターンもあるようで、こんな情報が寄せられました。この方はですね、実際に音楽で活動されてる方なんですけど、まあ、自分の作った、動画はですね、本当にその、本物のアーティストが自分たちの動画を出したっていうのに同じようなね、著作権侵害の申し立てが来ちゃってるっていう状況なんですけど、一回異議申し立てしたら、なんと同じようにね、跳ね返されてしまったっていうことで、いろいろね、入って申し立てもう一度しましたっていうことでした。ちなみにこれはその後きちんと通って制限はなくなったようです。よかったですね。で、この方から寄せられた情報で、これ著作権申請前、過去販売前の楽曲を流そうものなら、知らない団体が権利申請先に出しちゃって、持ち主だって言い張るんだってよ、最悪だよね。これメジャーシンガーが今まさにやられてる案件です。いや、これは驚きましたね。ここまで来るとやっぱりちょっと見過ごせないっていうか、かなりね、怒りが湧いてくる案件ですけれども。で、これ、こんなことやってね、そんな儲けになるのかなって僕ずっと思ってたんですけど、結構この詐欺団体、このメジャーシンガーとかにも手を出してるんで、ものすごいお金を儲けるらしいですね。で、それで、まあ、なんかやばそうになったら、別名義で会社を立ち上げたり、まあ、サーバーを違う国経由にしたりとか、設立する国を変えたりとかっていうしね、のらりくらりとね、こう、なんかかわすっていうようなことらしいです。いや、驚きました。ね、こういうふうになんか、いろいろ視聴者とね、協力しながら検証していくっていうのは非常に、まあ、面白いところがありますね。この方、かなり大変な思いをされたみたいなんでね、あそこは本当にお疲れ様でした。もう一つ、ご報告したいことがあるんですけど、最近私、動画じゃなくて、生放送に凝っておりまして、まあ、いろいろなね、企画で対談だとか、まあ、実際のコンサートとかの、生放送をやってきたんですが、YouTube の生放送っていうのは、自動的にアーカイブされるんです。後から見れる状態になるので、まあ、それが嫌な場合は設定を変えるか、後で消さないといけないんですけど、まあ、僕は基本全部残してます。それで、ある時ですね、後輩の風間善治君という尺八奏者に協力をお願いしまして、ヤマハの開発したシンクルームっていうリモートでアンサンブルができるというアプリを使った、まあ、オンラインコンサートを一回やったんですね。で、その時に、6段の調べ、春の海、そして一骨というプログラムだったんですが、終わってですね、あ、終わったと思って、次の日見返そうかなと思ってパッて見たら、なんとこのアーカイブに著作権侵害の申し立てがね、きちっと来ていました。はい、これなんですけど、3曲ともにバンバンバンって来てますよね。
いやまあ考えてみればアーカイブしてるんでね、同じシステムで検知されるっていうのは当たり前なんですけど、もうなんか生放送にねこういう形で来るっていうのはね結構びっくりしましたね、最初来た時は。ちなみにその後の生放送でも全部その有名な曲にはねこういった同じような申し立てが来てるので、まあ、これも順次今異議申し立てをこちらから送っているところです。はい、では今回はですね、まあほとんど報告になりましたけど、まあ、ここまでにしたいと思います。でこの後もしね2回異議申し立てをしたのにまだ跳ね返されるっていうことが起きた場合、その先どうやって手続きをしたらいいのかとか、まあ、何が起こるのかっていうのをね分かったらぜひご紹介したいと思います。それではまた次回お会いしましょう。